気持ちいいぐらいの強さ。うわ、痛い。痛いの。痛いの。このね、ふくらはぎの疲れがこう上がっていて腰痛とかになったりする場所ですね。ガチガチです。ガチガチやから、ね。ここ。YouTube で見てた通りの痛さですよね。想像以上かな。膝に膝とか腰痛によく効く場所ですね。ではね、膝裏ちょっと押さえてください。このね、腰痛に効く場所。痛いよ。今ね、あの電気式毛布入れてるから、それ電気抜いてきますね。足の筋肉を緩めると血液の流れが良くなってくれるので、体がポカポカになってきてくれるんですよ。先生が言ってることが強くしなくてもいいでしょう。はい、いいです。熱い。足の疲れめちゃめちゃ溜めてますね。
は膝裏がね、押さえてください。太ももを触っていきます。太ももってこうやって椅子に座ったりとかで、ね、するときにこう圧迫されてしまって硬くなって、ね、腰痛の原因になりやすいんですね。なのでね、しっかり緩めていきます。私がわざわざ説明するってことは結構痛いから頑張ってね。痛いですよ。いい顔で見られてる感じです。しなってきたよね。ってことはね、あの筋肉の中に溜まってたいらない汚れがね、押し出されてね、生肉に戻ってきてくれる感じね。当店のお仕事から同じ職業をされている方結構来られると多いですけど、みんな結構ガチガチです。皆さん減ってきましたよね。マシになってきたのか分かんないよね。分かんないです。足ガチガチですね。Yeah.
では足を上げますね。足のね、この外側もね、緩めてあげると効果的なので、しっかり緩めていきますよ。説明するということは痛いけど、頑張ってください。ここ。